おはようございます。私からはありません。毎日の寺田です。漁業者によるクロマグロの違反操業について先週水産庁が調査結果を発表いたしました。まあ、新たに静岡県でも発覚したほか報告ミスなども7県で判明しました。この調査結果について大臣どのように受け止めましたか。我が国のマグロでございますが、中国西部太平洋マグロ類委員会 WCTSC の国際合意に基づきまして、クロマグロの資源回復を図るその目的で、30キログラム未満の小型魚の漁獲量を2002年から2004年の平均水準からこれを半減しまして、漁獲上限、これを 4.7 トン以内に制限するという漁獲管理、これをこの管理に取り組んでいる最中でございます。まあ、こうした中で、昨年、長崎県、三重県、無承認操業、漁獲量の未報告、まあ、静岡でもそうでございますが、それが確認されました。で、今回の全国調査で、さらに新たに7県で同様の事例を確認するということになってしまいました。まあ、こうした資源管理に真面目に取り組む漁業者がいるというその一方で、逆に、まあ、残念な例が発覚したわけでございます。まあ、適正な管理に向けた問題点、こういったことも明らかになったと受け止めておるわけでございまして、今後長崎県、三重県を含む疑義の疑義等のあった9県に対して原因究明、さらに再発防止策の検討、これを求めております。さらにこれ以外の都道府県に対しましても引き続き資源管理の遵守徹底に、これを着実にできるような方策を要請したところでございます。まあ、農林水産省としましては関係県からの再発防止策などの報告を踏まえて国際約束の達成に向けまして適切な資源管理になおさらにしっかりと取り組んでまいりたいというように考えているところでございます。まあ、今後の国際会議 WCPSC の議論に与える影響というのはどのように考えていらっしゃいますか。また漁業者に対するメッセージなどあれば教えてください。影響を持つとはしませんが、まあ、今後のこの技術に対する取り組みを見ていただいていると思いますので、それをしっかりやることによって信頼を回復したいというように思っております。またさらにはタックによる法的規制の導入に向けてまた努力もしていきたいというように思っております。各社どうぞ。
農林水産省ではこの調査にできるだけ積極的な形で協力をしていきたいというように思っております。さらにこの法律で19年から事前承認から広域規制に行ったわけでございまして、まあ、こうしたものが徹底されるようになお各省が努力をしていかなければならないというように思っております。いずれにしましても内閣人事局の行う調査、この調査が全て終わり、どのような結果があって、それに基づいてどう対処していくかということが問題であろうと思っておりますので、まあ、調査の推移を見ていきましょう。マグロに関してなんですけども、今回の問題でですね、やっぱりその、マグロ その管理の難しさみたいなところが改めて浮き彫りになったかと思うんですが、そのあたりはどのように大臣として思われているんでしょうか。創業している方々が今どの段階でどういうことかっていうのはなかなか現場と全体国の数量との比較なんていうことはなかなかそう簡単にできるものではありませんし、そこは都道府県の皆さん、それから漁業組合、さらに創業していく漁業者、こうした方々との密な連絡調整が必要だろうというように思っております。今そうしたことが十分かどうか今検証をしつつあるところでございまして、特に先ほども申し上げましたように9件が原因究明と再発防止の検討をいただいておりますので、その報告やその提案に沿いまして、さらにこれについて この考え方を整理して臨んでいきたいというふうに。日本農業新聞の山です。昨日政府の未来投資会議の方で農業の ICT 活用に向けた戦略を出るとで、農業をまとめる成長戦略を視野に議論するということなんですけれども、農水省としての受け止めと今後対応する方針があれば教えてください。会議では民間事業者からのヒアリングが行われたようでありまして、ICT の利活用に向けて、農地の地図標本など、さまざまなデータのオープン化や標準化、これがご議論いただけたというように思います。農業の生産性の向上や成長産業化を実現する上で、情報通信技術、あるいはロボット技術、あるいは人工知能技術、またインターネットなどの先端技術を活用して、農業分野のイノベーション、これはもう欠かせられない産業成長の条件でございます。まあ、そうした観点から本会合における議論も踏まえつつ、生産現場での ICT のさらなる活用とイノベーションの促進に向けてデータの標準化、あるいはオープンデータ化などデータが自在に活用できる環境づくりに向けて関係省庁と連携していくような検討を進めてまいりたいと思っております。また農業技術会議の方にもこの点においてさらに新しいことをするように私も指示